2章ブルール撤退戦。 めんどくせえ。まとめてぶっ殺してやる。やめてください。おい見ろよ、こいつダルクスの布を巻いてやがる。なんだお前、ダルクス人だったのか。道理で油臭い家だと思ったぜ。ババオに油臭いダルクス人に。ここは豚小屋買ってんだよ。 今すぐ出て行ってください。銃を下ろせ。ガキが扱える代物じゃねえ。イサラ、なんだてめえは。やろう。ダルクスのメス豚が。 私は大丈夫です。でもマーサさんが。マーサさん、いけない。陣痛が始まってる。動かすのは危険です。と言ってもここで寝かせておくわけにはいかないよ。かなりの数の帝国兵が町に侵入してきている。風車と広場が制圧されるのは時間の問題だ。兄さん、庭の納屋に行きましょう。納屋に。 父さんたちが残してくれたものが私たちを助けてくれるはずです。これは父さんが乗っていた。 父テーマーが将軍のために一両だけ製造したエーデルワイス号です。だけどこの戦車は10年以上も動かしていないはずじゃ。大丈夫です。いつでも動かせるように整備してあります。私が軍事教練で整備を専攻していたのは父のような技師になりたかったからです。整備ってイサラが一人でやったのかい。基本部分はほとんど手を加えていません。 エンジンに新型のタービンを搭載して出力重量比の向上を図ってあります。今の時代の戦車と比較しても水準以上の火力と機動力を発揮できるはずです。父さんの戦車が動くのか。兄さんは飛行訓練コースを選択していましたね。ああ、高校の時一応ね。マーサさんを連れてきてください。 戦車に乗せて安全なところに避難しましょう。戦車は私が運転します。兄さんは指示をお願いします。イサラ、発進の準備はいいか。 エンジン始動。エーデルワイス号発進準備整いました。アリシアたちが住民を逃がすためにまだ交戦中かもしれない。風車塔広場を抜けてアリシアと合流してから町を脱出しよう。エーデルワイス号発進。
戦内容を伝えます。それでは作戦を開始します。この門を破られたら避難中の町の人たちに大きな犠牲が出るでしょう。これより我が自警団はこの門を死守します。絶対にこの門は破壊させません。ちょっといい？今から説明することをよく聞いて。
いけない、門が壊れ始めてる。できるかもしれません。あ、わかった。アリシア、無事でいてくれ。すまなかった。メルキン、その戦車は？説明は後だ。今は敵を食い止めよう。兄さん、敵戦車を確認しました。対戦車戦闘用意、鉄鋼弾装填完了。よし、敵戦車を撃破するぞ。
以上門が落ちそうにない。よし、敵戦車を撃破したぞ。やった、すごいよヴァルキー。敵部隊が一旦引いていくな。これで少し時間が稼げそうだ。兄さん、マザさんの赤ちゃんが生まれました。え、戦車の中で生まれちゃったのか。はい、幸いマーザさんも赤ちゃんも無事です。そうか、よかった。よし、敵を警戒しつつ郊外に脱出しよう。
帝国軍の奇襲を受けたブルールは襲撃からわずか2時間足らずで制圧された。帝国にとっては一局面でしかなかったこの戦いこそが、後にガリアの英雄と称えられるウェルキンの初めての戦いとなった。アリシア、戦争が始まってこうなる覚悟はしていたつもりだった。でもね、自分の生まれ育った町が壊されて、たくさんの人たちが一瞬で死んでしまった。こんなことが起きるなんて今でも信じられない。気ままに生きているように見える鳥や虫たちも自分の縄張りを持っているんだ。そしてその縄張りを守るために命がけで戦う習性がある。人間も生き物である以上、その宿命からは逃れられないのかもしれない。でも生き物たちは争い合ってるように見えて、種族を超えて共存していることもあるんだ。共存？うん、僕はその共存の仕組みを知りたいんだ。それを知るために自然科学を学んでいる。その仕組みが分かれば人間の暮らしに生かせるような気がするんだ。そしていつか教師になれた時、子供たちにそれを教えていくことができたら、争い自体をなくすことができなくても共に手を取り合って生きていけると思う。メルキン、マーサさんが眠りについたので赤ちゃんを預かってきました。わあ、かわいい。アリシアが言っていたように、戦争の中でも生まれてくる命があるんだね。ほら、お前のふるさとだよ。きっとここに帰ってこようね。いつの日か。